で22日に点灯式ですね。で子どもさんにこの本当の御身の木を点灯して太陽光発電でできた電気を蓄電して子どもさんにスイッチをしてもらったという、子どもの未来のために私たちも頑張ろうという気持ちをさらに強くしました。で、1月16日から関西電力と電気連携をしています。で今はエナリスという新電力に契約中で、もう関西電力さんとは縁が切れるかなと思ったりするんですけれども、まあ、これが2つ合うっていうのをね、炭結晶と多結晶のシリコン の, 2つの性能を比べてみようということでやりとしました。それで1年間経って北さんが集計してくださったんですけれども、やはり世間的にね、炭結晶の方が高いけれども効率がいいって言われてたんですが、結果的にはその通りで、その理由がね、どうしてかっていうのは北さん の, 分析では、日陰に強いから朝早くから発電して遅くまで発電できているっていうことで、炭結晶の方がいいんだなっていうことが分かりました。まあ私たちが分かったんですけれども、まあ世間でもいいということを言われてますよね。それからスミレ1号の発電実績なんですけれども、まあこういう感じでキロワットアワーです。1月の16日からですから、これここはちょっと少ないんですけれども、まあ秋結構ね、秋と春に夏も日照時間が多いにしては低いのは、やはり熱に弱いというのがあるわけですね。まあ、こういう形で順調に発電しています。で容量、まあ、こういう形で 11.16kg ですね。で次2号です。まあ、2号も佐藤さんが言ってくれると思うので、最初はこうした草ぼうぼうのお寺の境内地をお借りして、お墓にする場所を、ね、お借りしていたので草ぼうぼうでした。で、はい、ありがとうございます、すいません。それで、これがね、PV プランナーという、まあ、太陽光発電が今すごくブームなので、悪徳業者がたくさんいるんです。PV プランナーの皆さんがね、ここで食い打ち の, 訓練をされました。研修会ですね。でここの土地が良くない土地なんですね。南に傾いて東に傾いて、でそんなので食いを打って、その上に課題を見せました。で最後出来上がったんですが、まあ北と西に住宅があるので、まあいろいろ苦労しましたが、結果できました。まあ社長、井上社長が頑張ってね、いろいろ毎日のように現場に通ってくれました。でこれは殺風景だと良くないというので、オタフク南天という真っ赤な木をね、1020本ボランティアで植えました。兵庫県の町並み緑化事業の補助を受けました。で発電はシミュレーションよりもずっとよく発電しています。でこれは金華ソーラーという兵庫県の会社のね、まあ、地元の会社のパネルを使って、でスクリュークリで基礎を置いて、でこのようにで上から発電を確認しています。でまあ教訓ですね、私たちは得ないといけない教訓、やはりここは国民には騙されない義務があるとおっしゃった方があってね、本当騙されない義務っていうのはすごく大事だなと思ったんですけれども、あなたが任せにしてたらね、絶対騙されてしまいます。嘘を見抜くために勉強しないといけない、で自分の頭で考えて行動しないといけない、そういうことで自分たちの命や暮らしを守る社会を作るために参画していこうという、まあ、これはコミュニティの4原則と同じようなものだと思うんですけれども、そういう教訓をね、福島から得ないといけないなと思いました。でこれは最後のコマーシャルです。6月の28日の1時半から4時40分という中途半端なんですけれども、アステップ工
への道という先ほどの市民委員会ですね、そこの大島先生に来ていただきます。でお話をしていただきますが、もう一つ今このチラシを作った時には決まってなかったんですけれども、脱原発市民協議会の上原さんですね、が来てくださることになりました。ですから皆さんもよければぜひいらしてください。で私たちも今も賛同団体を募っているので、よろしければもしこの中で賛同しようとおっしゃってくださっている方は賛同してくださったら、賛同金なしです。チラシを配るのが義務です、そういうことで ありがとうございました。オーバーしてしまったような気がしますけれども、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。非常に今お話を伺って、1981年からスタートですね、歴史が長いなと思って、その当時継承していたことが、まさに3・11に起こってしまったですね、いうことで、最近技術と人間という雑誌がありました、これ原発特集、昔の1970年代ぐらいから原発に対する継承について書かれている、もう一回再録したやつなんですけど、まさに福島で起こったこと、そのことをもう2、30年前から予告したことが起こっているというです、ね、ことを改めて読んでいると思って、やっぱり原発を推進していくっていうそのこととですね、国土開発のセットなんですね。だからエネルギーが足りない、だから原発必要だ、というそのことでずっと推進してきて、で今日今報告にあったときに、その新エネルギーイコール省エネを含むっていう、これすごく大事な観点だなというふうに改めてですね、その思いました。それと事故後の嘘っていう話もね、やっぱり日本の充電器メーカーっていうですね、日立や東芝からしてみたらですね、もう家電で競争力をなくしてる、半導体もダメで、こうなってくるともう装置産業しかないんですね。でそうなってくるとやっぱりアベノミクスの肝入りで、その 原発をどう世界に売り込んでいくのかですね、そのここが肝になっているので、やっぱり体制を変えてでもここを維持しなきゃいけないってですね、その、原発推進派もですね、まさにその日本 その充電器メーカーのです、ね、競争力の根幹に関わるものとして位置づけているいうところがあるので、非常になかなか僕は負けないところだと思いますが、非常に最後にその嘘を見抜く、市民政権ですね、そういうその参加型ですね、の組織という部分があるというのが非常によく分かる報告